社長整形全部したじゃないですか。めっちゃイケメンになりましたね。え、うん、あれどうですか、うんうん、でも俺すげえなって思ったのは、うん、人ってイケメンに整形するとちょっと性格も変わるっすよね。え、どういうこと、まともになっちゃったってこと。ちょっとまともになっちゃいました、あの人。そう、もっと壊れてたよ、社長が整形する前は。もっと壊れてたけど、なんか最近すげえまともだなって思う。それでも年齢のせいもあるんじゃないですか。あ、大人みたいだけど、なんかほら言ってることが同じでも前の顔の社長がいるのと今の社長がいるのとこっちの受け取り方変わるよね、少しね。まあ年齢とあと借金だよね。あ、そうっすね、うん、あ、借金で重たくなってる。重たくなってるわ動きが、動きが守り入ってる。6000万と9億はちょっと重みが違いすぎるっすね。確かになかなか懸賞金にもクソでかい方だと思う。視聴者もキャッチできないっすよ億。確かに確かに、もう想像をはるかに超えてるもんね。6000万はなかなか速いストレートかもしれないです。いや、ストレート速いわ。9億は多分大谷翔平ぐらい速いですよ素人が取れない。いやけど社長もね、やっぱ顔整形して、うん、僕的には良くなったと思うんですけど、うん、やっぱ特徴が少し減っちゃったから、なんかもったいないなと思いますけどね。昔はほら顔いじられてじゃないですか。確かに。でも今ちょっと女性みたいになりました。え、女性に近くなりました。あ、そう。可愛いですよね、うん。ちょっとなんかこう、瞳もちょっとうるっとしてる感じになって、たまになんか、綺麗と思う時ありますよね、DJ 社長の顔。綺麗と思う時ありますか。綺麗。タイプってこと。かっこいいとかじゃない。いや、そういう意味ではないですけど。タイプなんだね。はい。いや、まあでもなんか、やっぱ変わりました。だって一回、それこそ顔パンパンな時にも会ってるんですけど、うん、まさかああなると思ってなかったです。あ、そっかそっか。ダウンタイムで、ね。ダウンタイムで顔がパンパンで、蜂に刺されたみたいになってたんですけど、そこまでシュッとするんだっていう、整形の面白さを感じることができましたね。いやー、そうなのよ、うんうん、やっぱ整形人生変えるんで、うん、結構やっぱりね、そのやってよかったっていう人はすごい多いと思うんで、しばらくやりましょう。な、俺整形したいとこねえもん、別に。いやいやいや、